こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではですね、人生を思い通りにしていくには波動の強さを強くしていくことが大事なんですが、その波動を強くするということで、そのうちの一つに自己投資がありますが、波動を強くする自己投資、5つの自己投資ということのお話をさせていただきます。でですね、いつもお伝えしてるんですが、波動には高さと強さというのがあって、多くの人は高さの部分のことを言われるんですが、波動の高さっていうのはどういう現実にアクセスするかというものに関係してまして、波動の強さは、影響力に関係してきます。なので思い通りに、自分の人生を思い通りに変えていきたいとか、自分の人生を自分に都合のいいように展開させたいとかいう時には、波動を強くしていくことが大事なんですよね。で、この2冊目のミリオネアバイブレーションの章題にも書いてますが、お金は波動の高さではなく強さに集まるというね、お話を書いてますが、なぜかというと、強い人、波動が強い人っていうのは影響力がありますので、多くの人に影響を与えることができるので、そういう人のもとにお金は集まりやすいというお話になってます。で、結構例えばお金のたくさんのお金得たいとか、今うまくいってないのをうまくいくようにしたいって、思われてる方がやりがちなのが、波動を高くしようとするんですけど、それはもちろんいいんですけど、いくら高くしても、波動が弱ければなかなかうまく現実というのは転がっていかないので、波動を強くするというのはすごく大事ですので、そのことのお話になってきます。で、波動っていうのは自分の体と心とエネルギーとあと環境ですよね。それが相互作用し合って、出来上がってるんですけれども、波動を強くしたければですね、体の部分を整える服装とか整えていくといいんですが、あと心の部分は自分を信じる強さが鍵になってきます。で、エネルギーはエネルギーの大きさですよね。大きさが大きいほど波動は強くなります。体の部分でいうと、ちょっと服装とかあと声の大きさとかも波動の強さに関係してくるんですが、メンタルとエネルギーでいうと、こういう信じる強さを強くする、信じるといってもそのままの自分を信じる強さ、そのままの自分の存在価値を信じる強さ、それが強ければ強いほど波動は強くなる。で、エネルギーっていうのは、僕たちの周りにはこういうエネルギーの層があるんですが、それが大きいほど波動は強くなりますが、それには男性は丹田を強くしていくこと、女性はもともとエネルギーが大きいんですが、それをいろんなブロックでエネルギーを少し小さくしてしまっていますので、自分を愛すること、自分を最優先させてあげること、自分を輝かせてあげること、そうすることをしていくと、どんどん元の大きさのエネルギーになってきます。そういったアプローチで波動を強くすることはできるんですが、エネルギーの部分でいうと、エネルギーが大きければ大きいほど波動は強くなります。エネルギーが大きければ大きいほど波動が強くなる。で、お金はエネルギーなんですよね。お金はエネルギーとよく言いますが、たくさんのエネルギーを込めたものは、エネルギーが大きくなって波動が強くなるんですよ。たくさんのエネルギー込めれば、エネルギーが大きくなって波動は強くなります。つまりお金イコールエネルギーなので、たくさんのお金をかけてあげると、波動はエネルギーが大きくなって波動は強くなります。で、なので自己投資が大事。自分自身にたくさんのお金をかけてあげることで、エネルギーは大きくなって、波動は強くなります。自分にたくさんのお金をかけてあげる、そうするとエネルギーが大きくなって波動が強くなる。そしたら影響力が強くなって、思い通りの人生が実現しやすくなるという。なので自己投資、昔からセミナー業界では自己投資は最大のリターンをもたらすということをよく言われるんですが、それが波動的に見たゆえんですよね。その意味の理由は、そういうふうに波動が強くなるから
だと考えていただければいいかなと思います。ではどういうことに自己投資をすればいいのかというと5つあります。まず1つ目、人間関係に投資をしましょうと。で、大事なのは自分が実現したいことを実現している人との人間関係を作っていくことね。あとマスターとかメンターなどがいる方がいいかなと思います。なのでこういう人と出会ったりとか、マスターやメンターと同じ時間を共有できるように、お金を使っていく。で、よく YouTube とかそういう人の YouTube 見たり本を見たりしてると言われる方も多いんですが、実際に会う方がいいです。本当に実際に会わないとわからないことがいっぱいありますので、自分が実現したいことを実現している人や、マスター、メンターといった人に出会って、時間を共有できるようにですね、人間関係に投資していくっていうことがすごく大事です。僕自身もそれずっとやってきて、もうこの世界を志してからだと15年以上になりますが、ここを結構やってきましたね。人間関係に投資していく、で、人間関係はね、自分にすごく影響を与えますのでね、なのでここをよりされるといいかなと思います。それと健康への投資ですよね。体の状態というのは自分の波動の強さにすごく関係してきます。なので、健康への投資、栄養を取ることとか、自分の体を健康に保っているように、すること、睡眠環境を整えるということもすごく大事ですし、健康であることはすごく大事ですので、健康への投資を、意識してみてください。で、大体うまくいっている人ってほとんど健康オタクだったりしますので、ね、僕自身もそうですが、そういう人は健康オタクだったりしますので、健康への投資ってすごく大事です。で、大体ですね、仕事ができそうって思われる人はですね、肌のツヤがすごいあるんですよね。肌のツヤってすごく大事で、人は肌ツヤがいい人に、影響を受けるようになってますので、そういった意味でも健康への投資というのはすごく大事ですので、意識されるといいかなと思います。それと自己投資でいうと、よくね、ここを皆さんイメージされるかと思いますが、もちろんそうです。知識やスキルといった学びへの投資もすごく大事です。で、自分が極めたいこととか実現したいことの分野のことをずっと学び実践し続けるということはすごく大事です。よく1万時間の法則といいますが、一つの分野を1万時間かけていくと、それがプロになっていくっていう話があるんですが、1万時間かけるって、僕の感覚で言うと大前提ですので、1万時間かけてやっとスタートラインかなって思いますので、知識やスキル、学びを通して知識やスキルを磨いていくっていうことはすごく大事ですので、ここの投資も惜しんでいくとなかなかうまくいかないかなと思います。あと、着るものや持ち物への投資ですよね。いいものを、別に全部をいいものに変える必要はないんですけど、自分自身が着るものや持っているもの、まずは一つでいいので、そこに投資をしていくっていうのはすごく大事です。で、自分、特に自分が実現したいことを実現している、自分がそれを実現している時の自分をイメージして、その時に自分が着ているものをまず一つでいいので着るっていうことをされると、一つ着るものを変えると、他の部分もそれに合わせてちょっとずつ変えていくようになりますので、どこか一つの部分を変えていくことですよね。そうすると違和感が出てきますので、他の部分が、それをちょっとずつ変えていくと、その波動を身につくようになってきますので、着るものや持ち物っていうものもぜひ意識されるといいかなと思います。それと環境、最後環境、自分がどういう場所を、普段どういう場所で過ごすかとかもそうですし、家の環境もすごく大事です。で、最近出た本であった話ですけど、やっぱ経済状況っていうのは居住地にすごく影響を与えるっていう
データが出てますので、環境はすごく大事です。で、手っ取り早くだからといってすぐ引っ越しとかなかなか難しいので、手っ取り早くできるのはまあ掃除することですが、そういったことで環境を整えることっていうのはすごく大事ですので、環境には意識を向けられるといいかなと思います。で、この着るもの持ち物と同じように環境も、普段よく過ごすデスクの椅子をちょっといいものに変えるとか、そういったことをして、物に投資をしていくっていうことをされるといいかなと。で、お笑い芸人さんなんかはちょっと無理めな家賃のところにずっと引っ越して出世していくっていうお話もありますが、それも自己投資の一つですのでね、自分にお金をかければかけた分だけエネルギーというのは大きくなりますので、それで影響力が強くなっていくっていうことが実際ありますので、ぜひこの5つの部分、人間関係、健康、知識、スキルといったものの学びで、着るもの、持ち物で、環境、そういった自分ができる部分からでいいので、そういった部分への投資っていうのをぜひやってあげていただくといいかなと思います。で、何度も言いますが、お金というのはエネルギーですので、エネルギーをかけてあげればかけてあげるほど自分の波動というのは強くなってきますので、で、強くなった波動が強くなれば影響力がついて、思い通りに現実を変えやすくなってきますのでね、出すべきところは出す。で、何でもかんでもお金かければいいというものではなくて、節約できるところはできして、で、出すべきところは思い切って出すというのがすごく大事ですので、ぜひこの5つの部分の投資を意識されるといいかなと思います。今日の波動チャンネルは、波動を強くする5つの自己投資というお話をさせていただきました。もしこのお話が良ければ、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要な方がいれば、ぜひ SNS 等で、シェアいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。